はい、橋本健二がお送りする必見一押しカッコーニュースの時間です。ラインナップはこちら。さあ今日は4つですね。はい、まずは逆転サマー6追加ダウンロードコンテンツのお話です。好評発売中の逆転裁判6ですが、追加ダウンロードのシナリオ特別編、時を超える逆転が本日7月20日水曜日23時59分まで無料配信となっております。はい、21日木曜日になった瞬間から有料に変わりますので、うん、はい、まだダウンロードしてないという方はぜひ今日の23時59分までにダウンロードしてください。詳しくは公式サイトをご覧ください。さあ次のニュースです。田村装備開発さんという特殊部隊着用の高品質な装備を販売している会社さんがありまして、装備品の販売以外にも、ロープ効果とか CQB 施設、市街地戦闘護身格闘術等々のトレーニング講習を実施している会社さんでございます。今回私橋本健一がバイオハザードアンブレラコア疑似体験トレーニング企画と題しまして、田村装備開発さんにてトレーニングを受講してまいりました。俺、はい、そちらのレポート映像がございますのでご覧ください。どうぞ。レポーターの橋本です。本日ですね、こちら埼玉県にあるとある場所に来ておりまして、こちらですね、田村装備開発さんが運営されている TTC という、はい、エアソフトガンを使った近接格闘の、訓練場となっております。何やらですね、現在好評発売中のバイオハザードアンブレラコアと何か関係があるということで今日来たんですが、あっ、何でしょう。潜入してみたいと思います。護身術の訓練もやってるんですね。こういった訓練も、こちらの方では行っております。すごい。はい、はい、ちょっとゲーム中には出てきません。もう35度という猛暑の中ですね、訓練に励んでおるわけなんですけども、こちらゲーム中ではねバイルで登ったりしますけど、ここはラペリングという、降下訓練が行いますので、今から体験していきたいと思います。なので、うん、下を見て下を見て降下地点を見てください。降下地点を見てください。そう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 、自分のロープが向かってる先を見てください。それ以外は見なくて大丈夫です。おかしいんですよ、ロープは見なくて大丈夫です。下を曲げずに歩いいですね。壁を歩くようなイメージでさっさ行きましょう。はい、で、降下地点を見ながら、じゃあ降りる時も
5メートルのところでやったのと同じ。よし、そうですね、実験です。なかなか大変ですけど楽しいですよ。左の太ももの外側から楽しいですよ。左の太ももの外側から。The city is the center of chaos. Welcome to hell. You must retrieve that sample at all costs. ただいまね、救出していただきましたけども、こちらの TTC さんではですね、こういった近接戦闘の訓練ができるということになっておりますので、興味のある方はぜひよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、ということで再開してまいりました。大掛かりなコント最後。いやいやいや、大掛かりなコント。実際あの、はい、申し込めば、はい、体験、訓練に参加できます。訓練、人質になれんのかなと。いやいや、あれは味わえないんですけど、はい、これも参加できますので、ね、はい、いやぜひ、うん、そうですね、その曜日、あ、週によってやる訓練がいろいろ変わってくるみたいなので、はい、サイトを見て参加してみてください。楽しそうですね。はい、うん、でちなみに今回ご協力いただいた、田村装備開発さんのロゴが、はい、バイオハザードアンブレラコアのゲーム内で、デカールとして、はあ、はい、使えます。すでにre.net で配信されておりまして、はい、これですね、田村装備開発さんのロゴがゲーム中使えますので、気になる方は、はい、re.net から、ダウンロードして、ゲーム中使ってください。よろしくお願いします。いい遊びですよね、これ。いいですね、うん、実際にここ行かれるのもいいですよね。そうですね、はい、ぜひ東松山の方まで行っていただければと思います。このデカールコラボはいろいろ見たいですね、今後。はい、いろいろね、あの出版社さんとかメディアさんとかともやってますので、はいはいはい、ぜひぜひいろいろ試していただければと思います。まだ自分でもデザインできますので、デカールは。あ、そうですね、はい、うん、さあ次の情報です。はい、7月23日土曜日に、ソフマップ仙台駅前店で、カプコン新作タイトルの店頭イベントの開催が決定しました、うん、イベント当日は最新タイトルのゲーム CU と戦国バサラ、シリーズの小林プロデューサーによるトークショーを開催させていただきます。はい、試写会は12時からスタートですね。はい、プロデューサーのトークショーが15時半から16時の30分間となっております。はい、はい、参加方法は、午前11時から、ですね、整理券を配布いたしますので、こちらの方をお受け取りになって参加してください、うん、はい、当日ソフマップ仙台駅前店にて戦国バサラ真田幸村連か、モンスターハンターストーリーズを予約された方にはですね、開発スタッフのサインが入った反則用ポスターも先着でプレゼントさせていただきますので、もしよかったら来てください。ちなみにモンスターハンターストーリーズは、先ほど辻元プロデューサーがプレイしていた体験版と言ってたやつですね、はい、あれの続きががっちり遊べる。おー、なるほど、続きが、うん、続きが、まあ、あのオープニングから全部遊べますので、うん、はいはい、気になる方はぜひ仙台遊びに行ってください。
また仙台以降も、全国でいろいろ展開する予定ですので、はい、いろいろ公式サイトをチェックしてみてください。よろしくお願いします。さあ最後は最新グッズ情報です。まずはこちら。さあ先ほどもありましたが、ミーボ第2弾ですね。12月に発売というところで、はい、はい、シバルとリオレイヤー、アユリアとベリコロス、ダン先輩とクルペッコですね。特別なお供のクルペッコを手に入るという。おまあそうなんですよ。これ、12月8日発売ということで、ダン先輩おもろいね。特別なクルペッコですからね。アユリアがやっぱり、はい、ユリアがで、こちらは10月8日発売のジオラマキットですね。アミーボのね、はい、でアミーボをこう飾れるという感じになっておりますのでね、こちらもぜひ、はい、予約受付中です。よくできてるんですよね。はい、次お願いします。はい、バイオハザード20周年商品ということで、レオンのボンバージャケット本革製、はい、こちら、2016年11月24日発売予定です。12万プラス税となってますね。はい、はい、本革ですのでね、もうゲーム中レオンが着てるともうほぼ一緒という感じですね。ちょっと襟切ったらほぼ一緒。羊の皮にグレードアップって書いてますよ。そうですね、前は合皮だったんですかね、確か。なるほど、はい、今回はもう非常に非常に品質も良くなっておりまして、あったかかなりあったかいという形なので、ぜひ気になる方は予約お願いします。うん、まあ、ちょうど、ね、冬にお届けです。うん、さあ次がですね、ネンドロイドのロックマンメタルブレードバージョン情報ということで、はい、7月24日日曜日、ワンダーフェスバル2016夏マカリメッセで行われるイベントですね。こちらで戦後発売されます。はい、で、予約受付が24日からスタートで、グッドスマイルのオンラインショップで予約しております。カプコンオフィシャルツアーでといいカプコンは7月25日から8月10日となっておりますので、気になる方はぜひという形です。さあ最後かな、あ違うんです。はい、7月28日発売ロックマンエグゼグッズですね。はい、いパッチ前後、スト T シャツの全3種ですね。気になる方はぜひチェックしてください。T シャツも渋いな。いいですね、かっこいい。うん、いいですね。はい、これが最後かな。はい、ハコンショップインマークイズ静岡ということで、こちら24日からスタートして、します。入場無料で、いろいろ展示物もいっぱいあってですね、はい、アイリューとかもいますのでね、まあ、射的とかくじ引きとか、はい、いろいろありますので、ぜひこちら8月16日まで期間限定ですので、はい、お近くの方は行ってみてください。はい、いろいろイベントも盛りだくさん。さあ以上、必見イチオシ加工ニュースでした。